誰かと話してるみたいだ。話が終わったら挨拶しとくか？それが我々の立場だ。直ちに風魔竜を滅ぼすことができないのならモンドの防衛をファデューに渡した方が良いかと。モンドの流災は何とかなる。我々があの獣を。けだもの？おや、代理団長殿は違うとでも？帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの四風守護、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前で
そういうザレ言はやめていただきたい。ザレ言など滅相もない。よかろう、今日の競技はここまでだ。今回の成果は、双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな。事実通りに記録させてもらう。まあ、おかえり。協力ありがとう。おかげでモンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし使節団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。使節団？外交の使節団か。リウエ港から？それとも稲妻城から？スネージナヤ、七神の中で標人を祀る国家からだ。その使者には名前があってだな。ファデュイ、聞いたことはあるか？ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でも、あまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の力を望んでいる。それが見え見えなんだ。どうかしたか？騎士団本部に戻ろう。こんなところで大事な話をすべきではないな。モンドと冬の国は同じく七国の一つだ。モンドは独立した城で、どの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか？
ねえ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。あ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった。結晶の中の不純物に近づくと、痛みが。なるほど。これは、神の目との相互排除ね。この汚れの力は、私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。でも、おかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに、影響を受けないのね。とにかく、この結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について何か心当たりは？そうだろうと思った。では、無理な願いではあるが。セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸してほしい。風魔竜の暴走、変わった結晶、その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように、風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。Thank you.
わなかったことがあるよな。あの時、オイラたちが見たのは、竜と結晶の他に。なあ、やっぱり覚えてたんだな、あの緑の野郎。下にいるあの人と同じくらい。そうだろ？そうだろ？でもさ、なんかあいつ、見れば見るほど。同じ人じゃないか？緑のやつ、いなくなったな。元素資格で手がかりを探そう。足跡が壁際で消えてるな。ここから上に登ったのか？僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつまびき、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと
飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。あの時トアリンを驚かした人たちだ。トアリン？ああ、思い出したぞ。でも普通の人は風魔竜って呼ばないか？なんで名前を。仲いいのか？さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。たった一度お会いしたことのある異邦人さん。僕は銀遊詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド城で一番愛される銀遊詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな？オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトワリンが。風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙。優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな？
君、本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が吟遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦を思いついたんだ。作戦ってなんだ？竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。もう、どう思う？あいつからしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それに、うん、あいつの声を知ってるだって？オイラは全然わからなかったけど。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おう、あのすごく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。ここの歌は知恵に満ちている。
そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス？あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーウェにいる岩神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。ふーん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。ま、そんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。風が強すぎて目も開けてられないぞ。あの生き物、そよ風の平原でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを追ってきたのか？あいつと風元素の関係はお前よりずっと深いみたいだな。風神！せや！はぁ？こいつはどうだ？これ。こいつはどうだ？これ。ちょっとビリビリさせないと。こいつはどうだ？これ。こいつはどうだ？風向きの影響を受けるのは
竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教えてもらったって言ってたね。そうだったのかい？リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒市が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに、僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それで、お前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。
そうだよ。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ、ライア、天空をね。それで天空って一体？モンドの至宝、風神バルバトスがかつて使っていたライアーだよ。天空のライアーがあれば、僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん、僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去、未来、そして今、僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと頼もしいと思わない？それは銀融詩人には聞かないよ。それでどうやって天空のライアーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら、一緒に来てくれても構わないよ。
まあ見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用かしら。実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道所に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう、例えば天空のライヤー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。え、あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。うん、仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバタス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。待って、シスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライヤーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人君？君もやってみないかい？風神のご加護があらんことを。あら、あなたは騎士団の新メンバーね。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら。
本当に？あなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるのよ。天空のライアーにはその仕様に決まりがあるの。バドル動祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。やはり君でもダメだったか。分かってたのかよ。まあ騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣を蹴散るなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して、君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ？君、最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。
それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそう言った気が。だから？おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。面倒だ。この地下室への入り口は本当に昼間ずっと守る必要があるのか？おい、ここは通行禁止だぞ。どうやら夜にこっそり入るしかないみたいだな。
ディルク様、こちらが今週の帳面です。今度の風災、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが。しかし君は吟遊詩人だろ、にぎわっている場所の方がいいと思うが。演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか？モンドの警備員たちにだ。何になさいますか？あ、ディルク様、泥棒を見かけませんでした。何があったんだ、こんなに人を出して。ディルック様はご存じないのですか？泥棒二人が天空のライアーを盗もうとしたんです。ほう、それは珍しい。ええ、天空のライアーは風神様の宝物。これほど貴重な文化財を。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。ああ、話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。かしこまりました。ディルク様、ありがとうございます。しようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ。僕の歌で。金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだ。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン酒が大好きなんだ。
いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしても、かなり珍しいタイプのバカだ。盗んでない。真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの秘宝を盗むなんてありえないよ。スーパールーキー。ああ、君が。君はあの銀融詩人と仲がいいのか。ふん。旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっと臆病で、それでいて効率も悪い。外交面もファドゥイに対して弱い上に保守的だ。いい、この話はしたくないんだ。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだね。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕は僕なりの期待を持っている。それで質問に答えてもらおう。なぜ天空のライアーを盗もうとした？本当に知りたいの？騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。トラブルは怖くないさ。僕自身がその騎士団にとってトラブルの種だからね。じゃあ真実の物語を演奏したら信じてくれる？状況次第で判断する。じゃあ演奏のお題はくれるかい？報酬はゴモラから天空のライアー。君の物語次第だ。いいね。もう一曲追加しようか。先ほどの叙事詩は一体。これは重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた？なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだろうね。どうかな、リルック。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめよう。異邦人、
君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはずだ。しかし銀遊詩人、君は酒場から出ない方がいい。それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね。では夜、酒場の営業が終わった後、ここで合流しよう。なんだね。君は先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それからこちらはただの陣だ。団長としての陣ではない。栄誉騎士の君でも、そうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか君だったとは。では、ディルックが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか？そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキーだよ。違法なこともやらかしそうになったけどな。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって、この信じるさ。頑固な団長様を説得。うん？四風守護の東風の竜トワリン、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数百年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、
そうなるのも筋が通る。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュインの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私はプライベートという形で行動するしかない。ふん、そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何事もないように話題を変えた。彼女やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。そうだ、もし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。ディルクが手に入れた情報によると、ファドゥイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした秘宝を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。わかるわかる、大事になったら外交問題につながるからな。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか？さっきジンが言ってたよね、ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。
もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して三つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて千年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？いい、これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。何せファデュイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろ。
食べないでくれ。ん、あれ、人間、この辺の見張りが全員倒されたもんだからアビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空のライアンがここにあると。秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。お前ら何者だ？な、何する気だ？うわあ！他の門番はみんな倒されちゃったのか？何？別に怖くないぞ。先遣隊のデッドエージェントが支援しに来るから。いいだろう。仕方がない。門番の判断でお前らを通すことにしよう。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。鍵
鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。何者だ？どうやって入ってきた？そんなの俺には通用しねえぜ。スメージナヤの意志は氷のように固い。俺は屈しないぜ。ネズミ、どこから湧いてきた？このようなこと。
シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。判決を下す。いなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。おお、おかえりなさい、僕のファンたち。あ、それは天空のライアー。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の手法だけど
今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。君の出番だよ、異邦人。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライアーの上に落としてみてくれ。よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライアーの風元素がこれ以上枯れることを防いだ。けど満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。でもどうやって涙の結晶を集めるんだ？今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて、人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。うん、いいね。英雄たちが互いを信じ一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おい、お前サボって口だけ出すつもりか？弦を弾くのには手も必要だけど。ムカつく。よし、決めた。お前のことを銀陽野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、
とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し市場に流した。おお、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか。何になさいますか。いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕が取った対処はその真偽に関わらず全て買い取ることだった。それがずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。わあ、どっちも本気だな。でもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。
うだい。この瞬間、お前は永遠を手にする。おとなしく仕上がれ。これ消えるんだ。においてを求めている。涙があるなんてな。騎士として捜索に関しては自信があるんだ。おお、頼もしい。探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つけたり、ん？それと視線のコントロールも大切だ。熱い視線で探すと見つかりにくくなる。目の端で捉えるような不意に見てしまった感じで。それはコツって言えないな。結構使えるんだぞ。昔ペットのカメがいなくなった時もこれで見つけたんだ。神団長、カメを飼ってたことあるんだな。そうだが。いや、想像できない。なんか意外だ。ん？とにかく神団長のイメージと合わないんだ。あ、そうだ、ディルク
の旦那なら分かってくれるよな。理解できない。僕も幼い頃に勝ったことがある。おかしくはない。ディルックの旦那も？遥か彼方にいる従者たち。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。こいつはどうだ？
風邪ひくなよ。ほどほどにしておけよ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？お嬢様の仰せのままに。やっ、やっ、は
これ。おとなしくしやがる。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ。もう逃げ道はないよ。はっ。た。よっ。わあ。反則だよ。はっ。と。はっ。スリー。影のカラスが雄也を求めている。Thank you.
またか。答えなさい、答えなさい、答えなさい。うん。これ。せ、風と共に去れ。おとなしく仕上がれ。すまんすまん。やっ、こいつはどうだ。これ。やっ。こいつはどうだ。夜の幻言。油断するな。風魔竜の状況は未だ危険なままだ。それにファデュイの方にも何か動きがあるかもしれない。ディルック、最近ファデュイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。光栄なことだ。そもそも彼らは
誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルックの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かす全てのものに対してディルックは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷スライムを丸飲みするかファデュイに入るか、どちらか一つを選ばないといけないなら、空から降ってきた隕石が大地を割り、その隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。ディルックの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。どうした、寒いのか？
ほどほどにしておけよ。予想外だぜ。試合をしよう。集めた結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次は
この前みたいに涙を天空のライヤーに落とそう。やった！前とは全く違う感じがする。風幻想、活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風も、そこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ、団長。あ、すまない。つい。え、マジ？
よし、揃ったな。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近、モンドは様々な問題を背負いすぎた。だが、まさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな竜よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか、竜の涙でまた直せそうか？うん、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ、偵察騎士を招集して追跡を。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。あれ？それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。
アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも。モンドではやってはならないことがあるとな。殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。